ということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあとりあえずオアシスを作っていくかね。もう 83% できとるやん。やばピラミッド。じゃあまずここに私が、はい、水を、は、違うわ。はい、ここに水を放っていくわけだね。オアシスを作ろう。オッケー。ちゃんと行き渡ってる？じゃあこの辺もこの辺もちゃんと全体に行き渡らせて、細かい部分もちょっと気になるよね。よっ。はい、これどのぐらい巻いたら中の水なくなるんかな、それがちょっとよくわからなくて。よいしょー。なくならんのかな。水場をたくさん作ろう。お、いい感じで進んできたよ。この辺りもか。結構広いね、ここ。でもいい感じやん、なんか。でもまだ半分ちょっとぐらいしかできてないけど、どういうこと？水場はもう結構できたと思うんやけど。ちょ、待って、サソリが来そう、サソリが来そう。あー！じゃ、シドを助けて。これはどの辺までやればいいんかな？邪魔だから。一番下だけ？それともこの辺もなんかな？それがちょっと私にはよくわからないんですが。この辺はさすがにいいか。この辺さすがにいらんかな。これで OK？ まだ？でも水で満たせたと思うんやけど。どうよ。え？ダメなんかな？ん？ダメなんすかね。あ、この辺も？やっぱり上もなんかな。十分じゃねって感じなんやけどな、私的には。まあ、とりあえず水まくか。なんか大変なことになってるんだけど、こんな感じでいいの？それともあれか、この下をちゃんと地面鳴らしてからやった方が良かったとか、そういう感じ？そういう感じだったりとかしました？もしや。違うかな？今どれぐらいな感じなんこれ。私には全くわからないんだけど。だってさ、もうさ、あれなんやけど。全然、水の割合みたいなの出てこんことない？なんかここめっちゃ高い位置にあるんよね。なんなんやろ。高すぎん？は。いや、違う。どのあたりからなん？どのあたりからやればいいの？オアシス。ちょ、待って、全くわからないんだけど。ピラミッド設計図1が完成。すげえ、早っ。私がもたもたしている間に。はぁ、アイナさん、どうやらピラミッドの一つ目の設計図が完成したようですよ。ほうほう。すげえ、やばー！まだ途中なのに、今からもうとんでもないものができる予感がするわ。うふ、これはすぐにでも完成した姿を見たいわね。おばさん、うずうずしちゃう。やばすぎん、ちょっと。みんなすごすぎか。うんうん。ピラミッドがちゃんと上まで完成すれば、まさに観光名所のようにできるでしょう。これは、この辺りにバーがあれば、商売繁盛間違いなしなのでは。あら、このちょびひげさん、ずいぶん昇魂たくましいのね。さあ、それで、あれ？おらん。あ、白地か。オアシスがどう思って寄ったの。こんなものを建てるなんて、みんななかなかすごいビルダーよね。ルルにはちょっぴり劣るけど。オイラたち、アイラとゴルドン酒場を作ったんだぞ。それはそれはすごい酒場なんだぞ。へえ、いいな、ルルも見てみたい。オッカムルって島にもいつか行ってみたいわ。いつか遊びに行きましょう。ゴルドンやジュエルンが待ってるわ。そんなね、名前を言われてもわからないから。ふふふ。どうした？近寄ってきたよ、なんか。ビルダーさん、素晴らしいものの作りっぷりですね。私、感銘を受けました。うふふふ。長らくピラミッド作りを拝見させていただきましたが。いやはや、ビルダーというのは素晴らしい。私もビルダーになりたいくらいです。
なればいいと思うよ。しかし、残念ながら時間が来たようですね。そろそろ次の島に行かなくては。絶対報告やん。アイラさん、ルル王国だ、オンバーアイランドなどと聞きますが、この島の中心は間違いなくあなただ。オンバーアイランドとか聞いたことないんやけど、誰が言った？オンバー？オンバさん？教団は教団の考えを無理やり押し付けたりはしません。あなたたちはどうかここで良いものづくりを。なんかいい人たちなの？我々はこれで失礼させていただきます。うふふ。さようなら、アイナさん。いや、絶対裏があると思うんやけど。まったく、何だったんだ、あいつらは。教団にもあんな連中がいるんだな。悪さをする気はなかったようだが。ルルは教団の連中なんか絶対に信じないわ。教団はルルの仇だもん。ほらほら、あんなボンクラたち、関わるだけ時間の無駄よ。早くピラミッドの続きを作りましょう。まったく、あの怪しげな宣教師、やっと帰ったわね。さあさあ、アイナ、ピラミッドはまだ完成してないわ。あなたに次の設計図を書いてもらわなきゃ。ほら、早くして。みんなアイナ待ちよ。うるさいな。めっちゃせかすやん。これで二段目が。おー。ピラミッド設計図2を描いた。でもこれなんか、1個目に比べたらすごい、しょぼい気がするけど、ね、あっという間に出来上がりそうじゃない？すごいわいな。ピラミッドの2つ目の設計図が描けたのね。うおー、こいつはまた作りがいがありそうだぞ。ビルダーの腕が鳴るぞ。よっしゃいな。この設計図をみんなで作るとしようぜ。ま、素材も全部揃ってるんだ。俺たちに任せきりでもいいけどな。頑張ってくださいまし。おっと、そうそう、アイナさん。実は私から一つお願いが。ん？何？アイナさん、ピラミッド作りは進んでいますが、中は空っぽで少し寂しい気がしませんか？そこで、アイナさんにはピラミッドの中に部屋を作ってほしいのです。普通の部屋でもつまらないですし、かっこいい個室とかわいい個室、二つ作っていただくというのはどうでしょう？かっこいい個室にはベッド、明かり、ガラス瓶、ダンベル、樽、そして個室壁掛けを。かわいい個室にはベッドに椅子、明かり、ドレッサー、生け花、そして個室壁掛けを置いてください。壁に使うブロックはアイナさんにお任せします。好きなブロックを作って お使いいただければ。個室壁掛けには作った部屋に住ましたい方がいるなら、その方の名前を書いてみてくださいね。さあ、ピラミッドの中にかっこいい個室とかわいい個室を作ってください。おや、アイナさん。もしかして生け花の作り方をご存じないのですか？皆さんから集めたものづくりのかけらを作業台で使えばきっとひらめけますよ。早速試してみてください。そうそう、もし素材が足りなかったら素材島なる島に行ってみると良しそうですよ。なるほど。そうじゃなくってさ。そうじゃなくってさ。一体ここはどうすればいいのかしら？このボッコボコな感じめっちゃ気になるんやけど。気になりすぎるんやけど。やっぱちょっと。あー、ちょっと待って。危ない危ない危ない。やっぱこの辺にも水場を作るとかそういう感じじゃない？ほらほらほら。ちょ、やめてやめてやめて。来ないで来ないで。ちょっと指導どうにかして。まあ、やっぱりこういう感じで。よいしょー。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。なんかこの辺泥になった気がするけど、泥水で満たされてしまった。よいしょー。こんな感じかな。とりあえずこれで水で満たされたやろ。あー、そっか、ここか。めんどくさいね。この下を掘っていきまして、ちょっとね、この泥をなくしていこう。よし。これであとは、はっ。さあ、これで水をまた、流し込んでいくと。はい、オッケー、いい感じね。ん？この辺なんか変な感じになっとる？
これなんやろ。まあ、いっか。まあ、いっか。で、向こう側にも水を流し入れたいんだけれど。じゃ、こっちこっちこっち。はい、ここにね。よいしょ。ほっ。いろんなものを回収しつつ、ね、ちゃんと素材も取って、で、あとはこの辺の泥を回収していくと。ふう、オッケー。ってことで、あとは、またしても今度はこの場所に水を広げていきます。水場をたくさん作っていきます。大丈夫そうかな。まあね、水場をたくさん作るやけん。あそこ一箇所だけってわけじゃないもんね。さあ、これでどうかな。まあでもまだまだないよね。他になんか周辺、水をばらまけそうなところはありますかね。あ、こっちか。この辺。あ、ほらほら、ヤシの木あるし。ここや、ここや。よし、ここにばらまこう、水。泥は？これ泥かな？どうやろ？とりあえず巻いてみる？あ、全然大丈夫、大丈夫。いけるわ。よし。オッケー、オッケー。でもなんか水場をたくさん作ろう、まだまだやね。恐ろしいぐらいまだまだやね。つら。あ、ここもやね。ここもや、ヤシの木あるし。ちょ、あのサソリついてきてるの見えてます？戦えや。敵だじゃねえわ。敵だじゃねえわ。ずーっと横ついてきよったよ。なんなの、バカなの。はい、そしてこっち側。ここ埋めたら多分もう大丈夫なんじゃないかな。そうでもない？どう？まだ？まだいけてない？いい感じに水、晴れたと思うんやけど、ここ。ね。さあ、あとは、とりあえずピラミッド周りにこういう場所が多い。もうちょっとこう。おお、ピラミッド設計図2が完成した。さあ、そして誰？どこだ？完成したみたいだけど。あれ？わーいって近寄ってくるやつがいないんですけど。どこ行ったよ。え、もうよくね？あ、この場所もかな？でもこの場所も広すぎん？あ、でもそういう感じか。ここ全体、ここ全体水にすればいいんか。ですね。で、ちょっとここも、あ、待って。めっちゃ泥だよね、これ。あ、やばいやばいやばい。とりあえず泥の部分削り取ろう。またしても。そっちじゃない。あ、ここもピラミッドのめちゃくちゃ近くじゃない？ねえ。てか、私が今やりよることは合ってるんだろうか。まずそこなんやけど。時間めっちゃかけて、かけて、かけて、かけまくって、なんか全然違いますけど、みたいな感じやったらショックじゃない？もうそれでも一応今、水辺を増やすために頑張って行きはするけども。邪魔だよ。落としてんじゃねえよ。めっちゃうざいんですけど、邪魔しないで。一生懸命泥も取り除いて私はやっているんですけど、あ、そこ一箇所ダメだな。そこ一箇所なんか汚い。ちょっと待って、あー、やめて！ちょ、やめて。こ
この部分。取り去って取り去って。あ、やばい。この一箇所のために。影で見えてなかったわ。は。よし、オッケー。じゃあ、あとここに。やりまして。お。まあ、一旦水取って、邪魔君ら超邪魔だから。そして水をまく。あ、でもあとちょっとじゃない？あとちょっと、あとちょっと、ちょっと頑張ろう。あとどの辺かな？この辺も一体そうすればいいんじゃないかな。どうや？いけそう？とりあえずこの辺を。よいしょ。この辺ちょっと取り除いて、邪魔なんですけど。よいしょよいしょよいしょ。てか君、モンスター軍団やっつけてないでしょ、絶対。ちゃんとやっつけてくれる？困るんだよね、そういうの。めっちゃうざいやつ。あ、そろそろ埋まるよ、これ。来たんじゃない？これ来たんじゃないっすか？どうよ、どうよ、どうよ。え、なんか途中から表示なくなったんやけど、どういうこと？え、なに？表示がなくなりましたけど。え、大丈夫？ちゃんとできてます？これ。もうこれで OK なんかな。え、本当にさ、あともうちょっとなんやけど。待って、あとどこをやればいいの？これ食べれるやつよね、そのまんま。サボテンフルーツ。よきよき。何やってんの君。アイナさん、お帰りなさいっす。新しい仲間の皆さんを連れてきてくれたんすね。俺っすか？俺は白爺が汚した神殿を掃除してるっす。まったく、ハンマーを振り回したり、急に踊り出したり、困ったじいさんっすよ。ボケてんじゃないかな。大丈夫なのそれ。ボケてんじゃないかな。大丈夫なのそれ。この辺も水にしてみる？なんかちょうど区切られとるし。どう？あ、ほらほらほら。ふう、水場たくさん作ったよ。もう水場だらけよ。お、全体に行き渡ってんやん、しかも。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったの、アイナ。ほう、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。イエーイ、やっとややっと。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピをあと4個達成したら、リフォーム固定を強化してやるぞい。ではさらばじゃ。どうも。まあ、これで水場をたくさん作れたということで。2個の個室を作ってください。え、ちょっと待って。もう一人。あれ、どこや？外？外なの？びっくりマークが出てる子はどこ？ここかどうかはちょっとわからんけど。あ、いたいたいた、ルル。ピラミッドを建てよう。次は？ピラミッドを作っていくわよ。ピラミッドを作っていくのは分かったんやけど、え、ここからどうするの？要はまた個室を作るまでは何もしませんよ、私たちっていうことかな、今度は。うん、頑張りますか、じゃあ。よいしょー。なんかちょっとダメージ受けたけど。あ、ちょうどこれ、中なんやね。なるほど。この後ここになんかできたりせんよね。え、大丈夫？大丈夫なの？まあ、大丈夫ならいいんやけど。とりあえずどうしよっか。そこが入り口ってことやろ？じゃ、このあたりになんか作る？よいしょ、よいしょ。ほ、ほ、は、いや。よいしょ、オッケー。じゃ、あこのあたりに作ろうか。
どうしよう、薄暗い岩で作ろうか。もう何でもかんでも薄暗い岩になるけど。よいしょよいしょ。食べまくりまして、まあ別にあれよね、広さとかは別にどうでもいいやろ多分。ふう、よかったこれで一応空き部屋が1個できた。でこっち側にも同じように作っていきましょう。なんとなくちょっと間開けて、お、泣いた泣いた。何、ついてこなくても大丈夫よ別に、ここフィールド上じゃないから。あ、ちょっと待って、くっ、よいしょ。微妙に違う場所に置いてしまう、下手くそ。よいしょ、お、よいしょ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 。で扉をつけたいんだけれども、こっち側も、何そのなんか真ん中の通路を眺めてるの。はい、こっちも扉をつけて部屋になりました。んで、かっこいい個室は個室かばっか、ベッド、明かり、樽、ガラス瓶、ダンベル。こっちはじゃあ出来上がるかな。よし。オッケー。じゃあこっちをかっこいい部屋にして、まぁ、ちょっとボコボコしとるけんね。ちょっと使いづらいかなということで、樽を置いて、で、明かりも、これを、この辺りにボッと置いておいて、ダンベル、ガラス瓶、個室、壁掛け、一個でいいよ。はい、個室、壁掛けを、この辺りにポン。そして、ガラス瓶を、は、上に設置して、はい、ダンベル、で、このベッドたちを、ファサッと。はい。これでかっこいい部屋？なんもかっこよくないけど。とりあえず出来上がったよ。オッケー。まあ、あとはかわいい部屋をちょっと作っていかんといかんけん。ということで。じゃあこっちに、とりあえずカラーベッド1個置きまーす。どうしよう、この辺に置いとこうか。よいしょ、カラーベッド1個、いけばな、なんかいけばなを置くための何かが欲しいんやけど、とりあえずドレッサー、壁掛け、ランタンで、あとは、あ、とりあえずこの木箱大木の葉、違うな。あ、こっちの砂、あ、窓やけど、まあいいかな。窓やけど、まあいいや。見た目的な問題として。よし。じゃ、これを、この辺置いて、で、上に、いけばな置くやろ。そして、ランタンもなんかの上に置きたいよね。まあ、とりあえず、は、置いておいて、で、ドレッサー、で、椅子、どこ行った椅子？あ、これか。はい、丸太の椅子。これももうちょっと可愛い椅子がいいなっていう気はするけど、まあ、でもね、可愛いけん。大丈夫、大丈夫。そして、ここに、はい、かわいい個室完成できたよ。 OK?OK ですか？はあ、素晴らしい。かっこいい個室とかわいい個室をそれぞれ作ってくれたのですね。おかげさまでピラミッドの中が寂しくなくなりました。この調子で内装を作ってくださいね。それにしても、島の仲間であるモンドーラの皆さんは、なんとも気持ちのいい方々ですね。
はあ、いつか皆さんにも私のバーでルビーラを振る舞って差し上げたい。アイナさん、今はピラミッド作りで忙しいですが、落ち着いたら私たちの町も作ってくださいね。了解。てか、この中に町を作ればいいんじゃないの？違うの？ん？アイナ、なんだか妙な気配がするぜ。え？敵？敵の気配？でもなんか戦いのマークじゃないね。また何かが起こるのだろうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。